柵を立て、あ、こういう感じなんや。ほうほう。方向が違う。皆さん、たぬきしたらも、ただいま2020年3月26日、木曜日の午後3時36分なんだもん。さて、本日のニュースは、なんと今日からアイナ島にアンチョビさんという方が新しく仲間入りしただなもん。え、何勝手にも来るの？え、もしかしてあれ？あの、こっち発信で、あの、回遊船、勝ったら、今までのあの、飛び盛りみたいに勝手にやってくるってこと？ちょっと私が慎重に選び寄るところに、私が慎重に選び寄るところに何来てくれとん。皆さんいろいろと暮らしについてアドバイスしてあげてほしいだなもん。ちょっと待って。はぁ、あ。それじゃあ今日も良いアイナ暮らしを。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。てか、アンチョビって誰やっけ？何系？ドードーエアラインズ、アイナ様、いつもドードーエアラインズをご利用いただきありがとうございます。日頃の感謝の気持ちとして、当社のオリジナルグッズを贈呈させていただきます。ドードーエアラインズ。マジで？ありがとう。いっぱい使いよるけんってことかな。プレゼント。なんでしょう、中身は。お？ドードーエアラインズの T シャツ、どんな感じ？おー、なんか、身軽な感じになったね。よきよき。おしゃれじゃない？かわいい。私下こんなズボン履いとったっけ？あ、そっかそっかそっか。オーバーオールやったけんか。かわいい。あ、じゃあデフォというか、なんか、ワンピースとかから上だけになったら、この白い短パンがついてくるわけやね。かわいい。爽やか系やね、爽やか系。それでアンチョビとは一体、あれか？猫のやつか？なんかそうじゃん。ご制約？え、ここも誰か来るの決まっとんもん。あ、ちょっと待って。ローランじゃない？どうもどうも、私ローランと申すですか。床にしくラグを売りしご仕事、はるばる来たです、遠くから。取り揃えているラグの3サイズ、スモール、ミディアム、ラージ。柄は買ってからのお楽しみ。さらに不思議な壁紙、床もあるです。使ってみればびっくりドッキリ。あんたなんか買うですか？じゃあどうしよっかな。ラグが欲しい。ラグもオリオンや。はいはい、ラグはどのサイズにするか。S サイズ1000ベル、M サイズ1500ベル、L サイズ2000ベルですけども。んー、じゃあとりあえず S。ふんふん、そのサイズか。では先に代金いただくです。んで？あ、家の中に入るんじゃないんやね。その場で渡されるんや。あんたが喜ぶと心と懐が温まる私。さらに引き換え券もプレゼントするです。ラグを買ってくれたおまけとして、これを5枚集めたら、不思議な壁紙、もしくは不思議な床とチェンジできるです。あんたが買ってくれたラグ S サイズ、ゆえに1枚プレゼントするです。へえ、5枚ね。うんうん。また買ってほしい。引き換え券に釣られて。まあ、確かにね、引き換え券に釣られてってことになるかもしれんけど。え、で、誰が来るのここ。モニカ様ご新居建設予定したな機会。モニカって誰やっけ？多分なんか上品げな感じのキャラクターよね。名前的に。何？もしかしてあれ？もうすでにさ、誰が来るか決まっとるけん、島に行っても誰もおらんかったってこと？なんてことしてくれてるんだ。アンチョビ。でもさ、この、ね、セット見たらさ、馬とか来そうな感じするけど、なんかめっちゃ可愛いよね。アンチョビって多分、黒い猫？じゃない？なんかいい感じやん。自分がやったけど配置。全然違った。あ、アンチョビ！なるほど。この子か。この子追ったことあるよね。なんか、メインのアユナ村に。そうじゃなかった？ねえねえ、君。はじめまして。僕、アンチョビって言うんだ。今日引っ越してきたばかりなんだよ。部屋のお片付けがまだだから、今日は遊べないけど、明日からはいっぱい遊びに来てね、でし。お坊ちゃまみたいな髪の毛しとる。かわいい。ほうきでちゃんと掃除しよるのかわいいよね。さあ、それじゃあ、ちょっと、ラグを敷きますか。もうモニカとかいう子が来ることが決定してしまっているらしいし。
はあ、なんてことだい。選ばせてもくれないじゃないか。どんなラグくれたんかな。ちょうどね、ラグが欲しいなってめっちゃ思いよったんよね。どれや。これ?青いキッチンマット。これなんかな。まあ、確かに買ってはないと思うんやけど。白いシンプルクロスって何やった?ああ、最初の壁紙かな。あ、でも入り口にいい感じじゃない?まあ、キッチンマットやけんさ。でも、好きかも。私めっちゃ好きかも。なんかごちゃごちゃした色合いっぽく見えるけどさ、なんかすごいポップな感じせん?良きかな、良きかな。めっちゃ気に入った。ありがとう、ローラン。超ありがとう、ローラン。外に置くものとかも色々とね、なんかやりたいけど。とりあえずなんか、庭っぽい感じにしたいけん。どうやろうね。この辺りの木とか、伐採しよっかな、今度。あ!蝶々追いかけよるよね、あれ。かわいい!蝶々の観察めっちゃしようんやけど。どうも。あら、こんにちは。よ。お話ししよう。アイナさんは今日はどんな風にお過ごしですか?私は秘密ですよ。ん、今ね、めっちゃ追いかけるやん。もう終わったんかと思ったらめっちゃ追いかけるやん。あ、なに、どうした?弱いな。弱いな。ちょっとさ、お前に相談したいことがあるんだよ、お弟子さん。今日島に引っ越してきたアンチュビってやつにはもう挨拶したか?言ったよ、一応。新しい仲間が増えて、オイラのテンションはマックスなんだ。でな、ハンナとも話し合ったんだけどさ、アンチュビはもちろんとして、これからもやってくる新しい仲間を歓迎するために、島をいい感じに飾って、おもてなししたいと思ってるんだ。ふんふんふん。もちろん今のアイラ島も最高だけど、オイラたち全力を出せば、まだまだもっといけると思うんだよな。それで、オイラが用意したこれをお前に預けるから、どっかに飾ってきてほしいんだ。そういう依頼もあるんや。へぇ、なになに?わしは任せるからさ、その石碑を飾っておいてくれ。石碑?それじゃあ頼んだぞ、アイナ、デッサイ。私が目指したい感じとは全然違うんだけど。石碑ね。村外れとかに置いた方がいいよね。村外れ。ねえ、あのさ、高台とかに置かん?全然飾っとること目立たんけど。この辺にしよっかな。ちょっと雑草をむしっといて。よし。ストーンヘンジじゃない。ストーンヘンジじゃなくって、石碑。ほら、なんかいい感じじゃない?なんかね、この村に代々伝わる的な。ちょ、化石ほっとこう。あ、待って、ハチ私捕まえてないやろ。ちょっと待って。あ、ちょっと下に、行かれたわ。下に、行かれたわ。あ、待って、戻ってきた。刺されんよね。刺されんよね、川みたいに。あ、消えた!くそ。せっかくの蜂。寄贈したかったのに。で、さっきこの辺にも化石が。よし。掘りましょうか。よいしょー。あのなんか普通のスコップの方?あっちもなんか、動画外でね、ずっと使いよったら壊れたんやけど。結局あれも壊れるんやね。作らんといかんのや。ちょっと耐久率が上がりましたよ、みたいな、それだけなんやね。あ、テントウムシやん。捕まえよう。何が動いたんかと思ったけど。はっ!よっしゃ、ゲットー!ん?これは?テントウムシを捕まえた。ちっちゃかわいい。テントウムシ、よきよきー。この辺にさ、あの柵をつけたいんよね。素朴な木製の柵。柵をあ、こういう感じなんや。ほうほう。方向が違う。待って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 、方向が違うよ。ちょっとね、あの、ちょっと待ってください。こっち向きにせんといかんってことか。
これをちょっと囲いたいなと思って。え、待って、なんかもうちょっとさ、あー違うんだな。ちょっと違うんだな。ここには置けないんすか。なんかすごい微妙な感じになるね。そうじゃなくって、てかこの方向が変えれんっていうのがあれなんよね。違う違うよ。樽をもうちょっとくっつけて、あ、方向を変えたい。めちゃくちゃ方向を変えたい。で、またちょっと柵をね、ここに。あ、上からとかは見えるんやね。こうなってしまうんか。ってことはちょっと広めに取る感じになるんかな。これでどうなった？ちょっと隙間が空くんよね。その隙間すごい気になるんやけど、私。もうちょっときっちりできないものかしら。ほっ。隙間がすごい気になる。ね、めっちゃ気になる。けど、こうしか無理なんかな。もうちょっと綺麗に立てられないものか。ああ、そっちに行ってしまうよね。じゃあ、しょうがないのか。くそ。まあ、でも、最初よりはいい感じなはず。はず。ってことで、え、ルーシー、ルーシーやっけ、あの子。ちょっと名前忘れたけど、いつの間にそんなところまで。さあ、ちょっと化石とテントウムシの、寄贈に行ってきます。あ、金のならきできとるよ。ほらほらほら、イエーイ、いい感じ。めっちゃいい感じ。あ、石碑立ててきたよ。よ、昼飯食べたか。でっさい。なるほど、報告はいらんのやね。あいな、ついに家を建ったんだってな。へへ、おめでとう。いつの話だよ。今度オイラが抜き打ちでチェックしに行ってやるから、かっこしときやよ。でっさい。またああいう抜き打ち訪問みたいなのあるんか。なるほどね。よし。風太くん起きて。んぐご。は。すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？化石の鑑定をしてください。二つあるよ、二つ。はい、これとこれね。どうぞ。なんかいいね。堂々エアラインズの職員になった感じ。わわ、一つじゃないんですね。どれどれ。ああ、しかもどれもまだコレクションない貴重な化石ばかり。いやー、恐れ入りました。あなたは化石発掘の天才ですね。それにしても羨ましい。アイナ島の文化の発展のため、ぜひ寄贈をお願いしたいものです。とにかくこちらはひとまずお返ししますが、寄贈のこと、ぜひ前向きにご検討を。全然寄贈するよ。はい、寄贈します。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。とりあえず3つほど。スピノサウルスの頭とディメトロドンの体。テントウムシ。オッケー。ほわ、まとめてお持ちくださったんですね。どれどれ。はい。ではありがたく納めさせていただきます。あ、わざわざ取り出していただかなくて結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますので。他何かお手伝いできることはございますでしょうか？大丈夫、間に合ってます。そうですか。では自由にご見学ください。いやー、完成が楽しみだわ。さあ、それじゃあ、ちょっとお買い物を。今日は何があるかしら。どうもー。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店へようこそ、ようこそ。とりあえずだね。これかわいいと思う。これ一個だけじゃな、なんか。微妙な感じよね、そこは。まあ、とりあえず、ちょっと待って、壁紙とかは？壁紙というか。これから部屋もきっと増やしていける感じよね。ってことは、なんか、いろいろと、
いいのがあったらとりあえず買っといた方がよくない？桃色ダイナーのカッペめっちゃ気になるけど、黄色いキュートなフロアタイル。はい、買っちゃいます。あ、で、気になったものを買っとくってなったら、やっぱりさっきのあの壁飾りも買っとこう。これこれ。じゃじゃま。じゃじゃま。そちらの商品はパーティーの飾りでございます。お値段は650ベリとなっておりますが、いかがでしょうか？買います。毎度ありがとうございます。650ベル、間違いなく頂戴しました。よーし、オッケー。ありがとうございました。よしよし。あ、ここにも。またしてもだよ。金のなる木だらけになるね。センベルを掘り出した。至るところに金のなる木がなる。いいよ。まあ、一日一箇所必ずあるみたいなことを聞いたけん、そういうことなんだろう、きっと。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もしかしてあれかな、勝手に次々住民がやってくるのはきっと家ができたからなんかなって思うけん、家を作り終わるまでに自分で好きな動物がおるんなら勧誘しとかんといかんかったってことかな。